やっぱ遊戯王カードで一番可愛いのってブラックマジシャンガールだよな。ところでトリッピー、なんだお前はこの一番可愛いブラックマジシャンガールを引き立てるためのモブおじさんになってくれねえか。いやだ、俺はブラックマジシャンガールを引き立てて爽やきになる。ダメだお前はモブになれ。モブなんかやだ、お前はモブなんかやだ、お前相手になれ。お前はお前弱いデッキ持ってこい、弱いデッキ。いや、あのな、弱いデッキ持ってこいよお前。俺は弱いデッキはない、なぜなら使い手が強い。出たということで俺は砲撃デッキだ。砲撃デッキ、砲撃は最強層、もうロマンの塊だ。おいよヨハン・アンデルセン、マジでやってやろうじゃねえか。このブラックマジシャンガールが一番最大限に生かしたデッキ。何言ってんだか、何言ってんだかてめえ、かわいいだけだよ。どうせかわいいだけなんてな、所詮ファンデッキなんだよ。いやお前アンチだな。砲撃アンチだよ。砲撃してやる。女性はよ、おいよトリッピー、最初はグーじゃけん、はい、おい、好きな方やるよ。俺が勝ったからな。好きな方やるよ。ここで、ここか、ここで。じゃあ俺は先行で行かせてもらおうかな。セット、砲撃の絆、やるじゃねえか。これがですな、なんとデッキから砲撃モンスターいったら手札に超えれる。やるじゃないかトリッピーちゃん。そう、どんどんそろぜ。俺はペガサスを持ってくる。ペガサスを通常召喚、いいカードじゃん。なんとデッキから砲撃モンスターをエイズグ魔法扱いとして場に乗っけることができる、ルビーカーボンブル。俺これ7種類来たらどうなるか分かってんのか、この野郎。分かってんぞてめえ。分かってんな、この野郎。成金砲撃野郎が。成金じゃない、これ覚えてるか分かんないけど、アイゴリにもらったから。俺あげました。ありがとう、ね、汎用カードです。ありがとう、高かったのに当時1000円ぐらいしたのにくれた。あげます、ありがとう。ちゃんと礼儀がなってる構造じゃねえか。おら、おめのターンで早くやる。礼儀を持って返させてもらうぜ。おいくぜ。強欲で謙虚だ俺は、とっても。あ、やれよ、3枚見ろ。とっても謙虚です。これだろお前、これだ、これ違います、トレードインですね。なんだと、トレードインだ、行くぞこの野郎。おいよ、行くぞてめえ、これシャッフルしとけてめえ。おら、シャッフルしたぞこの野郎。俺はトレードインを発動。どういう、だからレベル8モンスターを捨てる。あ、あれはブラックカオス。何捨てるぜ。おう、そして2ドローができる。いいか、このデッキ聞いて驚くなよ。なんだ、マジシャン、僕ブラックカオス入ってるけど儀式は入っていねえ。何、じゃあこいつは召喚できねえんだ。こいつは何のために存在するんだ。こいつはな、ブラックマジシャンガールのために身を捧げる。オタクの鏡だ。なんだって、オタクの鏡なんだよ。さらになんて下劣な構築。さらに俺は、まだ大丈夫だな。クリバンデット、あ、手札にいたのな。リリース、はい、俺のターンエンド時になって、あ、魔法トラップを、おお、ミラホースランチャーしようかな。あ、ミラホーランチャー、あと全部墓地だぞ。あと全部墓地いきます。で、墓地へ行った時の効果、スカラマリオンが、あ、出た、悲願だ。墓地、そう、俺は悲願デッキだ。どこからどう見てもな、悲願デッキじゃない、どこからどう見ても悲願デッキだ。このカードが墓地に送られたターンのエンドフェーズ時にデッキからスカラマリオン以外の悪魔族レベル3モンスターを手札に加えることができる。まさかバスガイドが2枚入っているだと。バスガイドは制限だから1枚しか入れられないから落ちてしまったんだ。制限だったから、本当はバスガイドを回収するためのデッキだったんだが、落ちてしまってしょうがない。マサイの戦士手札に加えさせてもらいました。残念だな、ほら。これっていくさ。え、これあっちるのか、リリース効果。スカラマリオンが墓地に落ちた時の効果。あ、そういうことか。元から墓地。オッケーオッケー、了解了解。じゃあ俺のターンいくか。いいぜ。俺のターン。来いよ。トゥー。来いよ。トゥーリッピーくん。俺はまた、虹の架け橋だ。デッキから砲撃魔法トラップカード1枚手札に加えれる。俺が加えるのは、砲撃の絆。またかてめえ。砲撃の絆を使うぜ。どんどん揃い上がってよ。このカード名のカードは一旦一度しか使えない。デッキから、砲撃モンスター手札に加え。あお、そういうことだ。さっき、忘れていた。さっきこれで、この効果でこれが出せるの忘れていた。これで。いいぜ。だから、いいぜ。今出ます。今出ます。すごい効果だ。すごい効果だ。すごい効果だ。なんかお前いいのか、そんなに魔法トラップゾーン圧縮して。いいんだよ。これがなんと、7体揃った時お前分かってるんだろうな。ねえねえ。攻撃力4000のモンスターが出てくるんだ。ねえねえ、7体は揃わない。7体揃うんだ。7体は揃わない。7体揃うんだよ。7体は揃わない。なんだこれ、普通に殴ってって勝つんじゃねえか。それはどうかな。俺はじゃあ、攻撃、サファイアペガサス、スーパーペガ。そして、うわー、タイガー、シリ、おいしいご飯の作り方。ウェブでこちらに見つかりました。見つけちゃったじゃねえかよ、シリが。あら、早く。これ2000かな、確か。400アップしてるダメージ計算値。あ、違う、相手モンスターだけだった。よかった、1600です。はい、終わりだ。おい、
うるせえんだよ、さっきから。なんか下げようとしたらシリが出てきちゃったんだよ。あシリが、はい、シリ。はい、俺のドロー。出てこねえし。えいしり、あ、やめよう、やめよう。あ、今日映しちゃったじゃん、ほら。愛の戦士の倒し方ははい、へいしり。やめろ、愛の戦士チャンネル出てきちゃうじゃん。やめろ、倒さないでくれよ。確認ください。確認しないで、はい、バンしないで。絶対にバンしないで。私はそうですね。そしたらですね、そうだな、これでいいかな。あ、甘え、もしかしてザコか、ザコンゴか、これは。ぽいよ。攻撃用でしょうか。もう何でも殴っていけや。ペガサスで攻撃。あああミラオンだ。ミラオンだ。待ってくれ。まだだ。ああ、なるほど。自分の魔法トラップカードゾーンに宝玉というモンスターが2体いる、存在するとき。存在している。宝玉となせませんと特殊召喚できる。なんとデッキからな。なんだと？俺はまだ諦めないぜ。ええー。あ、違う。ペガサスが出てきたときに。ペガサスが出てきたときに、こいつ特殊召喚でも出るんだよ。自分のデッキから宝玉モンスター1体より永続魔法として。出せる。あとカメだ。カメ。お前まさかレインボードラゴン揃えるというのか。カメ。ほら、1、2、3、4、5。ほら、もうそろそろ。あともうちょっとだな。あともうちょっとだな。魔法カードが出せなくなった。よし。今だ。これ攻めなきゃ、攻めなきゃいい。あいつどうせトラップ捨ててるから。攻めなくていいこれ。攻めなくていい。行くぜ、ドロー。ふざけんな、どうせトラップだから。ミラホスランチ発動。はい、自分のメインフェーズ時に手札からモンスター1体捨てて発動できる。はい、ノレラス捨てます。はい、デッキ墓地から聖なるバリアミラホス1枚手札に加えられます。オッケーだ、強いです。じゃあミラホ手札に加えます。ほら、綺麗よ、おい。はい、綺麗よ、おい。はい、すいません、てめえ、おい。すいません。はい、いいね、おい。まずい気がしてきた。お前もう趣味ばっかしじゃねえか、雑魚がよ、お前。突然生きがるね。ほら、何も投げれねえんだろ、おめえ。終了だよ。おめえ何もできねえんだろ、ドロー。俺は魔法カード使えなくなったよ。攻撃するしかねえんだよ、攻撃だよ。あー、殴られた。マサイの戦士。墓地に落ちた時、マサイ以外の悪魔族モンスター1体墓地送れる。ああ。じゃあこれで送る悪魔族は、なんだよ。そうですね。そんな墓地肥やして何になるって言うんだよ。ノレラス、もう一体くらい送っとこう。何になるって言うんだよ。まあまあまあ、これからですよ、トリッピーさん。早く出してこいよ、お前。ブラックマシャンガールとか言うて。要介護が必要なんですよ、この敵は。いきますよ。いいっすか。どうぞ。よろしまーす。あ、悪くないっすね。うるせえ。このデッキ、早くしろよ。うるせえ、終わりだよ。終わりかよ、お前。ドロー。うるせえ、終わり。え、揃ったんご。ゾウ？ゾウだよね。1、2、3、4、5、6。7。おい、宝玉が全部揃ったけど。待てよ、宝玉があいつがいねえ。危ねえ、危ねえ。レインボードラゴンのまだいないようだな。ハッピー、あ、使えないんだ、くそ。かわいそうだね。破壊したかったね、ミラーホースランチ。攻撃だ。宝玉か。ほら、クリッター。ああ、なるほど。刺します。はい、1500以下の火力、1500以下のモンスターサーチします。ミラホランチャー、ミラホ持ってこれるんだっけ。ミラホモンスター手札からモンスター捨てたらミラホース持ってこれます。あ、なるほど。まだ捨て、ミラホ持ってきてないね。使ってないの、効果。え、使いました一回。あ、じゃあミラホじゃん。あぶね、殴るんだ。あー、危ねー。クリマンテッド手札に持ってきます。はい、殴ろうね、終わり。はい、ドロー。まだね、コンボパーツが揃わないんで、私の方は。ねえ、そんな遅いデッキある？いや、でも違う、本当に、たまたま揃わない。たまたま揃わないですよ、トリッピーさん。本当に？うん。じゃあどうしようかな。じゃあ揃えに行きましょう。うん。揃えに行く。まずミラホスランチャーの効果。手札からモンスター1体捨てて、ブラックマジシャン捨てて。ね、早く戦闘破壊してくんないかな、俺のモンスター。ミラホス手札。ねえ。じゃあちょっとね、まだゆっくりしましょう。クリバンデットです。リリース、リリース。はい、5枚小屋し、はい、あ、いい、来た。いいっすよ、これ。なんだ、1枚手札に加えられますと。おぉ、強欲で謙虚な壺にしようか。いいの、特殊が脱ぎなくなるよ。愚かな埋葬、愚昧、愚かな埋葬でいいのか。愚かな埋葬でいい。オッケー。
オッケー、終わりですか。終わりだね。クリバンド使ったもん、ね、終わりでちゅう。はい、俺のターン。終わりでちゅう。ドロー。戦闘破壊なんだよな。効果で破壊されたらダメ。効果はダメなんだよな。ほうしかハンドいない。ダイエンド。ドローするよ。あー、悪くねえな。じゃあ行くか。もう行くか。早くしよう。ちょっとこのデッキはいろいろめんどくさいから待っとけよ。待っとけよ。まず愚かの埋葬使うぞ。いいよ。愚かの埋葬使います。私が墓地に落とすカードはマジシャンオブブラックカオス君。おマジシャンオブブラック、デッキがかなり薄くなってきた。どうなってんだ、遊戯王だろお前それ。デッキは10枚ぐらいしかないです。俺はこれ1枚で解決する。お前はこれをこのセットに震えるんだな。カナダ死者転生。なんで死者転生。死者転生は、手札を1枚墓地に送る。ブラックマジシャン墓地捨てて、かっこいいブラックマジシャン落ちたの。墓地のモンスター1体を手札に加えることができる。俺が加えるのはダーククリエイターだ。なるほど。ほら見とけよ。ほら何すんだよ。今から震えることになるぞ。このターンで震えるのか。モブおじさんになる。お前は何言ってんだ。俺は主人公だよ。いつだって俺は主人公だ。お前はモブおじさんになる。俺はいつだって主人公なんだ。スカラマリオ墓地、山屋モブおじさんだ。お前モブおじさん。それが爽やくだ。でまだだ。で、墓地のゾンビキャリアの効果。やりたいことやらせてやってんだよ、ライクしろ。お前今やってんだろ。ここからがすげえんだよ。墓地のこのカード、このカードが墓地に存在する場合、手札を1枚デッキの上に戻して発動するぞ。手札デッキの上に戻す。そして墓地からこいつ特殊召喚できると。でこいつも次から墓地行ったら除外されますと。さらにさらに。ファントム・オブ・カオス。オッケー。こいつ墓地のモンスターの効果使える。使える。除外して使える。これノーレラスを除外してノーレラスの効果をコピーする。なるほど。何なんですか。こいつがめちゃくちゃ強いぞ。1000ライフ払うことでお互いの手札とフィールドのカードすべて墓地へ送り。何？自分のデッキからカード1枚ドローできるんだ。1000ライフ払うぞ。おい、ノブ。全部全部墓地。これも墓地？手札も墓地。そう。手札も全部墓地。大丈夫、トリックさん、条件一緒ですから。やば、お互いに墓地送りましょう。やば、大丈夫です。ノーレラスの墓地行くんで。あー、全部墓地行ったわ俺も。さらにノーレラスの効果で、はい、俺だけワンドローできると。ワンドロー、はい。そしてこれはさっき戻したカードっていうだから、なるほど、デッキトップに戻したカード。俺はこのダーククリエイター、こいつは通常召喚できない。おい、ブラックマジシャンじゃねえのかよ。自分の墓地に闇属性モンスターが5体以上存在する場合、もう全部全部ほぼ闇だ。5体以上いる時に、で場に自分フィールド上にモンスターが存在するしない場合に、特殊召喚できる。さらに1ターンに1度、自分の墓地の闇属性モンスター1体ゲームから除外することで自分の墓地の闇属性モンスター1体特殊召喚することができる。何？トリッピー君。トリッピー君、私はスカラマリオンを除外し、これ俺1ターンで負けることないよね。もう8000は削りきれないかもしれないですね。でもお前手札ゼロから返せんのか。ブラックマジシャンガールちゃんだよ。ブラックマジシャンガールちゃんはな、墓地のマジシャンをブラックカオスとブラックマジシャンの火力を背負って生きているんだ。2枚ずつしかなかったぜ。1枚つき300アップ。3412123200だ。デーモンの斧の線と変わらねえじゃん。3200のブラックマジシャンガールだ。デーモンの3200ブラックハーニング。お前こんだけある3200の火力だぞ。うるせえ。でもお前手札返せないからこれ。確かに。ダーククリエイター2300。お前これこのデッキ返せないだろ。俺は1枚だけ返せるから。何？それは墓地の7体の砲撃を除外することで4000が出る。あの砲撃神、俺はそれを引け。このカードをリリースで発動できるデッキから砲撃神モンスターをいずれ手札に加える。何？俺のブラックマジシャンギャルが。そして、嘘だろお前。地面フィールド及び墓地に砲撃銃と名の付いたモンスターが合計7種類存在する前に特殊召喚することができる。本当にいるのか、本当にいるのか。なぜここに。1、2、3、4、5、6、7、すべての砲撃が揃ったの。うわ、手札から究極砲撃しレインボードラゴンが。パワー4000だと。パワー4000。さらにこいつをリリースするとこいつが出てくる。何？パワー4000。そうだな。じゃあ効果を使う機会。効果とかじゃないよ。殴ったら勝つもん。ブラック。3200じゃなかったの。待って、ちゃんと計算しろ。3412だから合ってるわ。
三振中に3200合ってました。3200、4000だけど。ザコンド800のダメージ、800のダメージ、俺のブラックだ。お前4000を超えてるか、じゃねえよ、呪えるか、お前4000よ。そうダーククリエイター欲しいよ。これと守備力は3000もある。あ、なんすか。いや、いいや、これ除外したら火力上がったから俺勝ってた。さっき危ねえ、忘れてた。危ねえ、興味深かったこと久しぶりにこのコードこれ使うから忘れてたよ。墓地の闇をゲームから除外することで墓地の闇属性モンスター特殊召喚することができる。おーおーおー、なんかいろいろやってんだ。ファントムオブカオス、またやってんのか。4000超えるのか、お前に。お前に4000超えるのか。うるせえ、ほら、うるせえ。で、墓地のカード除外して、そんなにいろいろやって、うるせえ、3200のブラックマスターがとガールが立つ。お前に俺の愛は突破できない。ノルラスと同じ効果を得る。1000円払う。じゃあ墓地、またやんの墓地。全部でしょ。全部墓地、俺の手札も全部墓地。バカじゃねえよ。で、ワンドローする。あ、そっか。こいつがクソ大変だ。あれの体癖。トロこいつ、いや、俺もゴミだ。絶対危ねえ。危ねえ。トロなんだ。うわぁ大変だ。トロブラックホールかけ大変だ。ブラックホールと言ったのか、あいつ今。やばい、俺モンスターがもうほぼ落ちてる。もう俺の一球残り少ない。俺モンスターほぼ落ちてる。あ、まだいける。なんだ、まだいけるぞ、ドリッピー。俺は勝ったかもしれない。はダーククリエイター。何、墓地に闇属性モンスターが5体以上する存在するとき特殊召喚できる。さらに何、同じこと使って、お前、俺は勝つぞ、お前。墓地の闇、はい、除外、除外、いいねよ、ブラックマジで。さて、レインボードラゴンを使えなかったお前のミスだ。危ねえ、俺ドローカードしか来なかった。危ねえ、危ねえ、レインボードラゴンで勝っていたのに。危ねえ、つうか弱えよ、おめえ、そのデッキ。このデッキ弱い、弱いからお前を選んだぜ。どういうことだよ。弱いから対戦相手、まさか俺がプレミオすることを見越してお前にを対戦相手に選んだんだよ。ふざけやがってよ、お前。お前じゃなかったら負けていた。ただなかなかにロマンのあるデッキだったな。あ、お前のデッキこそな。あ、俺の、ありがとう、ありがとう、モブオジ、名もなきモブオジ、ありがとう。ブラックマッシャンカール使い、お前はいいし、レディーストだ。ありがとう、お疲れ。